ポールランド・ポールランドはアメリカ合衆国の著名なグラフィックデザイナー。様々な企業のロゴデザインで知られる。ニューヨークのプラット・インスティチュート、パーソンズ・美術大学、アート・スチューデント・リーグで学んだ。グラフィックデザインにおけるスイススタイルの創始者の一人である。1956年から1969年にかけて、さらに1974年以降、 イエール大学でデザインを教えている。1972年、ニューヨークのアートディレクターズクラブの殿堂入りを果たした。作品として、多くのコーポレートアイデンティティやポスターがあり、IBM、UPS、ABC テレビ、NEXT のものがよく知られる。1996年に、ガンのため死去。ニューヨークのベスエル墓地に埋葬された。作品の一部は、 英語版ウィキペディア及び仏語版ウィキペディアで見ることができる。ペレス・ローゼンバウムは1914年ニューヨークのブルックリンで生まれた。幼い頃からデザインに関心を持ち、父の経営する食料品店や学校のイベントのために看板を描いている。ランドの父親は芸術で身を立てることに会議的だったため、ポールをマンハッタンのハレンハイスクールに進学させたが、 ポールは、並行して、プラットインスティチュートの野学クラスに通っていた。ポールランドは大雑把に言えば、デザイナーとしては独学で、ジブラウチスグラフィックなどの欧州の雑誌に掲載された、カッサンドルやモホリナジの作品から学んでいた。彼の経歴はそれほど華々しい回収をしたわけではなく、初めの仕事は、新聞や雑誌にストックイメージを提供する会社のパートタイムであった。 学校の課題と仕事の合間を使ってランドは相当な量のポートフォリオを作成している。これはドイツの広告のスタイルザッハプラカットやグスタフィエンセンの影響を受けたものであった。はっきりとユダヤ系とわかるペレスローゼンバウムという名前を隠し簡単なものにするために名前を変えようと決意するのはこの時期である。ファーストネームは短くしてポール都市。 おじから、ランドという姓を借りることにした。ランドの友人で今日働けしていたモリス・ビソグロードは、彼は4文字ずつのポールランドという名が素敵なシンボルになると思っていました。だから彼は、ポールランドになることにしたんです、と語っている。ロイヤール・ベーレンスは、ランドの新たな名前の重要性を、ランドは、新しいペルソナを手に入れた。 これはその後の多くの業績のブランド名になったもので、つまり彼が最初に作り出したコーポレートアイデンティティだったのである。そしてこれは最も長持ちしたものだったと指摘している。実際にランドは急速に名を上げるようになる。20代の初めにはすでに国際的な注目を集めるようになり、とりわけデザインの自由を交換条件として、 無償で受け負った雑誌ダイレクションのカバーが評判となった。ついには、モホリナジの賞賛も受けている、ランドが20代の輝かしい活躍で気づいた評判は、以後衰えることがなかった。むしろ、その後の作品や書いたものがその分野における彼の影の立役者としての地位を確立していくにつれ、その名声は、ますます堅固なものとなっていく。 ランドは1950年代から1960年代にかけて制作した企業ロゴの分野で一番知られているが、もともと評価されたのは初期のページレイアウトの仕事である。1936年、ランドはアパレルアーツという雑誌の記念号のページレイアウトを任される。彼の才能はありふれた写真を劇的な構成に変え、紙面の説得力を大きく増し、ランドは フルタイムの業務を与えられることになった。さらには、エスクアイア氏やコロネット氏から、アートディレクションの注文を呼び込んだ。ランドは、はじめは、まだ自分はそうしたレベルに達していないとして、注文を断っていたが、一年後には、エスクアイア氏のファッションのページの責任者になることを、決意する。この時わずか23歳であった。ダイレクション氏のカバーのデザインは、その頃まだ模索中であった。 ポールランド風デザインを展開していくための重要な段階となったようである。1940年12月号のカバーは、有志鉄線のイメージによって、戦火で破壊された贈り物と十字架を表したもので、この雑誌の仕事での芸術的自由を端的に示すものになっている。デザインについてで、ランドはこれはついて、重要なのは十字架が宗教的な範囲から解放された純粋な、 造形として攻撃的な垂直性と受動的な水平性の完璧な融合として表現されることであると述べている。こうしたやり方でランドは普通はハイアートの文脈で扱われるテーマを自分のグラフィックデザインに導入する実験を試みていたのである。この試みはさらに彼の一生果てをかけた追求であるヨーロッパの現代主義の巨匠たちと自らの実践等 加強する挑戦へとつながっていく。ランドの最もよく知られたグラフィックデザインへの貢献は、その多くがなおも当時のまま使われているコーポレートアイデンティティの仕事である。中でも IBM、ABC テレビ、カミンズエンジン、ウェスティングハウス、そして UPS などはランドの貴重な遺産を受け継いでいる。彼の強みの一つは、モホリナジが指摘したように、 企業にとって彼の提案が持っている必要性を説明する能力、いわばセールスマンとしての能力の高さであった。ルイス・ダンジガーは次のように語っているランドの仕事を端的に表すコーポレートアイデンティティは彼によって1956年にデザインされた IBM のロゴである。マーク・フェーバーマンはこれは単なるアイデンティティではなく、 この企業全体の意識と一般への需要に深く浸透した基本的なデザイン哲学となったと述べている。ロゴは1960年にランド自身によって改変され、1972年にはストライプのものが誕生する。ランドは1970年代初期から1980年代初期にかけて IBM のために梱包材やマーケティングのための資料のデザインを行い、この中で あの有名な IBM ポスターも誕生した。フォードは1960年代にランドに企業ロゴのデザイン見直しを依頼したが、結局彼による最新化されたロゴは用いない決定をしている。ランドのロゴデザインはシンプルで単純なものだとみなされやすい。彼はデザイナーの技芸の中ですでに独自のものや刺激的なものを生み出すために、 アイデア自体が難解なものになる必要はないと指摘している。こうした最小限思考な理想とロゴは最大限のシンプルさとつつましさを持ってデザインしなければ生き残るものにはならないというランドの理念は彼の ABC テレビのためのロゴに典型的に示されている。ランドは高齢になってからも制作に旺盛で80年代、90年代に 入ってからも多くの重要なコーポレートアイデンティティを制作し続けた。この中には一つの解決のために10万ドルが支払われたという噂もある。後期の仕事で注目に値するのはネクスト社のためのスティーブ・ジョブズとの共同である。ランドは社名を2行に分けたシンプルな黒い立方体のロゴをデザインし、ジョブズはその視覚的な調和を痛く気に入ったという。 これまでのランドの仕事によって喜んだ顧客を挙げるとすれば、ジョブズが筆頭だろう。1996年のランド死去の前、ジョブズはランドを存命中の最も偉大なグラフィックデザイナーと称し、またランドの仕事を話題にした1993年のインタビューでは、ジョブズはランドを私が会った中で最も苦労とな人間の一人、深い思想家。 個性的な芸術家と呼んで極めて高い評価を与えている。多くのスタッフを使っていたこともある一方、ランドは制作過程の大部分については共有することがなかったが、自分のデザイン思想を明らかにするために書籍を作ることには意欲的だった。ランドの研究熱心さに火をつけたのはおそらく、モホリナジで、彼はランドに初めて会った時、アート批評を読むことがあるか、 と尋ねたという。ノーといったランドへのもほりなじの答えは、それは残念だだった。スティーブン・ヘラーはこのミーティングの重要性を指摘し、その時以来、ランドは、ロジャー・フライや、アルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッド、ジョン・デューイなどの先進的な哲学者や、芸術批評家などの本を貪るように読みふけったと述べている。それらの理論家は、ランドの仕事に深い影響を与えている。 1995年のマイケル・クローガートのインタビューでは、いろいろなトピックスに加えて特に、デューイの経験としての芸術が話題になっている。ランドは、デューイの主張を敷衍して、以下のように述べている。このように、デューイがランドのグラフィックデザインの根本的な思想の重要な源となっていることはどうやら明らかである。ランドのデザインについてのある部分に、 流異の哲学から近代芸術における機能、美学的感性へ補助線を引いているくだりがある。ランドがデザインについてで推し進めた思想の一つは、ぼやけたり損傷した後でも認識されるようなグラフィック作品を制作することであった。ランドはコーポレートアイデンティティを制作する際はこのことを一つの基準に据えていた。 批判ランドの最初の本に対して同業者は賛辞を送ったが、それに続く1996年のラスコーからブルックリニエはデザインの新しい潮流に対して反動的で敵対的になっているという批判を受けることになった。スティーブン・ヘラーは凡要素に敵対する根源的なモダニストと呼んでランドの後期の思想を支持したが、一方でフェーバーマンはこの時期を 反動的な怒れる老年を呼んでいる。こうした批判はあるものの、グラフィックデザイン理論へのランドの貢献はこの職能の発展にとって本質的な進展をもたらしたと広く認められている。ランドの経歴を通じて核となってきた思想、そして結果的に長い影響力を残すこととなった思想は彼自身も重きを置いていた現代主義の哲学である。ランドはポールセザンヌから ヤン・チヒョルトにイタリーまでの作品群を称賛し、常に彼らの創造とグラフィックデザインへの展開を加強しようと試みてきた。デザイナーのギゲーの中でランドはそのつながりについて明確に述べている、この日常を活かするという一般にロシアのフォルマリズム批評家ビクトル・シクルフスキーは返せられるストラテジーはランドのデザインの基準にとって大きな意味を持っていた。 例えば電球のようなありふれた製品のためにコーポレートアイデンティティを用いて生き生きとして独自な放送をデザインするというようなウェスティングハウス社の課題はその典型的な例である。これまでに挙げた理論書に加えて妻のアンと共に娘のために絵本を制作している。I know, a lot of things, リッスン、リッスン、リトル1など代表作は 公約を含めて各国語に訳され親しまれている。ありがとうございます。